みでも行こうか。あれ雨降ってんの？マジで？え、まあまあ降ってるやん。参ったな。コンビニでも行くか。よう降る雨やな。雨降っててね、飲みに行こうかなと思ったんですけどね、ちょっともう雨でめんどくさがって、コンビニ行ってね、今日は買ってきました。今日はね、ポテちゃん、うん、これがね、塩味とニンニク塩味、美味しそうやな思ってね、これ買ったんですよ。で、厚切り、豚バラ焼き、これも美味しそうでしょ。で、サバの味噌煮、はい。で、飲み物なんですけども、ハイボール定番ね、と、水で買ってきました。今日はね、これで昼飲み、お家で昼飲みしていきたいと思います。はい、それではね、昼飲み、開始していきたいと思います。まずビールはね、お家にあったやつですわ、いつも飲んでるやつ、いただきます。あー、うまい。今日はね、ちょっとね、寒くなったんですけど、それでもやっぱりビールはうまいよね。うん。はい、こちらがですね、本日買ってきた、惣菜です。これもね、ちょっとね、お家でもうレンジで温めたんで、早速ね、食べていきたいなと思います。これからね、これね、レンジで温めてる時からむちゃくちゃいい香りしてたんですよ。これからね、いただいていきたいと思います。このね、ニンニクの香りがもうレンジで温めてる時からね、すっごいいい香りで、もう早く食べたいなって思ってたんですよ。こてっちゃんのニンニクレモンダレやったかな、美味しそう。いただきます。うん、強烈、ニンニクがすごい、うん、あー美味しい、うん、あー、めちゃくちゃパンチ効いてるわ、これ、これはほんま当てに抜群、うん。強烈なニンニクの味と塩味がよう効いてる、うん、いやー、これはほんま酒が進むわ、美味しい、うん、すごいな、こんなめちゃくちゃ美味しいわ、うん、これなんぼやったかな、焼いてるこてっちゃんにんにく塩味、これがね、298円、安いな、うん、あー、うまいな、味付けやわ、うん、はい、続きましてですね、こちらが厚切りの豚バラ焼きでございます。これもね、絶対美味しいやつですわ。
あ、結構量入ってんのじゃんこれ。あ、でもなかったわ、片方に寄ってただけやったの。いやー美味しそう、これも。うわ美味しそうやね。はい、いただいていきたいと思います。うんうん、食べ応えがすごい。うん、一つ一つがね厚切りになってるんで、食べた時のねこう満足感が大きいですよね。うん、それからね、アルペンザルツ岩塩のうまみ、アルペンザルツ岩塩が入ってるそうですけどね、さっきのコテちゃんの塩味がきつすぎて、今回ちょっとあんまり塩味が感じにくいっていう感じなんですけど、まあでもうまいうまい。うん、もうビールなくなりました。はい、2杯目はですねこちらのジン、ジンのソーダ割りですね、こちらをいただいていきたいと思います。最近これにハマってるんですよ。うん、これがね飲みやすくてどんな料理にも合うしね、甘くないしさっぱりしてね、なんていうのかな、生姜の香りと、緑茶の香りがちょっとするのかな、うん、ジャパニーズジンですわ。いただきます。あーあー美味しい、うん、ほんまにこれはどんな料理にも合う。はい、豚バラです。うん、この豚肉のねこの脂身、このね脂の甘みがね口の中に広がって、うん、うまい。でこの豚の脂をこのジンのソーダ割りで流す。そしたらまた口の中リセットされるんでね、もうエンドレスですわ。美味しい。うん、この厚切りのね豚バラ、この脂のねこの豚の脂の甘みがね本当に美味しいですよ。もうねもはやねコンビニとはね思われへんぐらいのクオリティやと思います。うん、本当にねこう一つ一つ厚切りやからしっかり食べたっていう感じもあるし、うん、で程よい塩味と、うん、豚の脂の甘みがあって、うん、これはねちょい飲みにはもってこいです。でこれがねいくらやったかな、これ278円、安いな。うん、これ飲みに行ったら500円ぐらいはするんちゃうかな一品。うん、300円切ってますよ。美味しい。うん、かなりクオリティ高い。うん、はい、続きましてですね、サバの味噌煮です。よし、うわ味噌の、色や。サバの味噌煮ねめっちゃ好きなんですよ。これはね腹の方やね、
ええ香りするわ。味噌のね、ええー、香りします。うわとろとろや。味噌のねこのええー、香り。味これ濃いやろな。濃い味噌の味しそう。美味しそう。いただきます。サバの味噌煮です。これも絶対美味しいと思うで。うん、めっちゃうまい。これはね甘辛いっていうか、味噌、味噌のうまみ、最高やわ。ご飯欲しなりそうな味やけどね。乾杯。合うわ。ほんまこのジンのソーダ割り何でも合う。和食にも洋食にも。もう何やったらねこの味噌だけでもねこう舐めながらこれ酒飲めますよ。この味噌も美味しいわ。美味しい。美味しいな。ひょっとしたら居酒屋超えてるかもしれんけどね。ほんま美味しい。でこれのサバの味噌煮が338円。これも安いんちゃう？今回ね、サバの味噌煮が338円やろ。で厚切りの豚バラ焼きが278円、こてっちゃんの塩味が298円で、ジンのソーダ割り、これが200円で、角ハイボールカッタンが215円、全部で1332円ですわこれ。レジ袋も入れてやけど1000ベルやんこれ。こんだけ3品とドリンク2杯ついて、めちゃくちゃ安いでな。ほんまにあ美味しかった。今日はねコンビニでファミリーマートさんでねサバの味噌煮、それから厚切りの、豚バラ焼き、それと、こてっちゃんのね、塩味を、買ってきて、昼飲みしました。ビールと、今日はね、ジンのソーダ割り、ハイボールも買ってきたんやけどちょっとねもうあてもなくなったし、まあまあ回ってきたんで、まあ今日はもうこれで終わろうかなと思います。まあそんな感じでね、みずちゃんの動画をね最後まで見ていただきましてありがとうございました。またね、次の動画でねお会いしましょう。はい、みずちゃんでした。